こんにちは。アマゾン室サポーター、堀秀夫です。今日は私のオーストラリアアマゾン室のサポート内容、これについて説明します。今、私はオーストラリアのアマゾン室サポートで3種類のサポートを提供しています。一つは、オーストラリアアマゾン室個別フルサポート。これは月,月会費が3万円、初回費用は55万円と、この初回費用に え、半年分のサポート費用を含んでいます。二つ目が、オーストラリアアマゾン室チャットワークサポート。月会費が1万1000円。これは初回費用に、え、半年間のサポート費用を含んで、28万円と。で、三つ目が、オーストラリアアマゾン室マニュアルサポート。こちらは月会費5500円。初回費用は2万8 0 0 0円で、1ヶ月のサポート費用を含みます。 パソコンオンチ。英語アレルギーの初心者でも稼げるようにサポートしています。パソコンオンチでメールに画像を添付することができなかった。英語アレルギーでアルファベットが記号にしか見えなかった。儲かる商品探し、何から手をつければいいのかさっぱり検討がつかず途方に暮れていた。こんな状態からでも半年で独立企業も可能な輸出ビジネスススキルを身につけることが可能です。 去年の年末に提出してもらった、テンバーアカデミーサポート会員さんの成果報告。まあ、これはアメリカアマゾンの成果報告です。30日間で34,454ドル。まあ、約380万円ぐらいですね。12倍すると年収4600万。で、大体30%が利益になりますんで、年収で1,400万ぐらいと。 ま、これを一人で、ね、誰も使わずに、外注等を何も使わずに、え、げていると。これだけ稼げるのがアマゾン輸出の魅力です。ま、他にも30日間で22,157ドル。年焼にすると2,950万ですね。1,890万円。1,400万円。900万円と。ま、短期間でここまで成果が上がるビジネスは、 アマゾン室以外にありません。私がどんなサポートをして半年でここまで稼げるようにしているのか、そのサポート方法をご紹介します。まず週3回、月曜、水曜、金曜日にサポートメルマガを配信しています。これはアマゾンではシステム変更やポリシー変更が頻繁にあります。昨日までは問題なかった商品が、 扱うと危険な商品に変更されることがあります。昨日までは問題なかったノウハウが危険なノウハウに変化することがあります。変化した情報を迅速に配信するために週3回配信しています。この配信内容なんですけど、サポート内容によって配信内容が異なります。オーストラリア,アマゾン室個別フルサポート。 この個別フルサポートはマニュアルを配信しません。何やればいいですかと。今こういう状態ですというふうに報告をしていただければ、私が次はこれをやりましょうというふうにね、課題を出します。だからマニュアルを紐解くことなく、状況を報告していけば、やるべき課題を与えるという形なんでね、一番正確出やすいこの個別フルサポートはそういうふうにサポートしています。 二つ目のオーストラリアアマゾン室チャットワークサポート。これはマニュアルをメルマガで配信します。ただメルマガで配信した内容に限らず疑問をチャットワークで質問できます。三つ目はオーストラリアアマゾン室マニュアルサポート。これはマニュアルをメルマガで配信します。そして配信された内容を見て実行してわからない場合、 画面が違うとかうまくいかないという場合はね、質問していただければ、それに対する内容をサポートしています。決して個別サポート以外では、成果が出ないということではない形になっています。一、まあ、つね、今チャットワークサポートを受けている会員さんの感想というか、報告をいただいたのをご紹介します。 まあいろいろとサポートしている中で、まあ今までいくつか情報商材え、買われたり取り組んだことあるんでしょうね。まあ今までの情報商材のマスターでここまで丁寧に対応してくださる方はいませんでした。いずれグレードアップしたいと思いますが、しばらくはチャットでお願いしますと。今後のために教えてください。グレードアップの場合は、差額を支払いしたらよろしいでしょうかその場合はカードで分割でも可能ですかと。 あと、その時に最初に申し込んだカードの変更は可能でしょうかという質問をいただいています。これ、どうも他の人の話等を聞いてもね、よそ様の軸は、最上級のサポートプランでも大したサポートをしてないと。初めは入った時はね、上級プランじゃないとサポートがないから、だからサポートに入れというふうに言ってサポートに入る。ところが、上級プランでも大したサポートがないと。 まあだからね、よそ様の塾やサービス、えー、商材はサポートでは稼げないとで。私のサポートは個別プランじゃなくてもサポートがつきます。そして分かりやすい。まあ、だからね、個別サポートにアップグレードする会員さんが多いです。まあはじめにね、あの、他じゃサポートつきませんという形じゃなくて、まあしばらくサポートを受けていただいたから、 まあ、早い方だと一週間。まあ、中にはね、3ヶ月以上、え、サポートを受けてから、個別サポートにアップグレードされる会員さんが多いです。まあ、一番、やっぱり多いのは個別サポートなんでね、まあ、聞きゃ指示しますんでね、なかなかこの、的確な指示を月3万円で出してくれる人がいるか、あるいは月3万円でね、外注なりバイトなり雇って、その役に立つアドバイスが受けられるのか、役に立つ作業ができるのかと、 考えていただければね、やっぱりあの、稼ぐセンスがある人はその個別サポートにアップグレードされるのは当然かなというふうにね、えー、自負しています。ま、もとに、ね、サポート内容の続きです。あと、オーストラリアアマゾイ室のサポートサイトがあります。これは、えー、先々月、2ヶ月前までのサポートサイトですけど、今ね、また新しく作りました。もうあの、ノウハウどんどん変わりますんでね、 古いサポートサイトを修正したなと追いつかないんで、まあ、えー、結構ね、変わってきたなという段階でね、新しい、えー、サイトを作ってます。そして、チャットワークサポート、回数無制限。これ、サポートを受けられる、えー、内容によって、えー、差がありますけど、回数無制限というのはどのコースでも一緒です、ね。マニュアルだと回数が3回までとかそういうことはなくて、どのコースでも回数無制限でサポートがついてます。 で、サポートの内容。まず、オーストラリアアマゾン質個別フルサポート。個別フルサポートはもう質問内容に制限はありません。極端な話。オーストラリアアマゾンのことでなくても噛まない。どういうことというと、中にはやる気出ませんとかね、早起きしたいですとかね、仕事きついんで転職したいですとか、家買いたいですとか、引っ越ししたいですとか、旅行プランとかね、いいレストランありませんか その辺まで質問されたこともありますし、その辺も普通にお答えしてます。私が、えー、分かって、うん、得意分野でね、得意分野で分かって、で、会員さんの時間の節約、お金の節約、えー、健康の向上等になるんであれば、もう内容は無制限なんで、これ聞いちゃまずいかなというようなことは気にせず聞いていただいて結構です。ただわからないことは私もね、ありますんで、わかんないことはそれはわからんと。 ね、あの、専門外のことについてはそのようにお答えしますけど、まあ、あの、不動産長いし、いろんな泥ルも経験してますし、健康オタクだし、グルメだし、えー、旅行大好きだし、まあ、大体大きなお金が動くことについてはね、えー、きちんとした、えー、アドバイスが可能です。で、2番目、えー、オーストラリアアマゾン室チャットワークサポート。こちらは、えー、まあ、オーストラリアアマゾンについての質問 質問内容は個別の商品相談を除きます。どういうことかというと、個別サポートの場合はも個別の商品に、これいくらで出しましょうとかね、ここより安いところがあるはずだから、もうちょっとどこどこを探してくださいとか、あるいはね、えー、ダメな時も、まあ、これこれの理由でこういう商品じゃない方がいいですというように、本当に、あの、個別に一個一個全部コメントつけてますんでね、まあ、まめ、あ、に相談してもらえば、まあ、それこそ半年で相当な目利きができるようになります。 まあただ、それ相当ね、私も時間かかるんで、あの、個別サポート以外のプランにはちょっと付けとくとね、なかなか個別サポートの、サポートに咲く時間が減っちゃったり、私の仕事が大変になりすぎてね、サポートの質が落ちちゃもとも子もないんで、チャットワークサポートの方については、個別の商品については、NG 商品か NG 商品ではないかだけでお答えしてます。で、3つ目、オフトレーアマゾン質えーマニュアルサポート。こちらは、 メルマガで配信した内容を、えー、メールに返信する形、あるいはチャットワークで質問していただくんですけど、翻訳については、えー、回数無制限であります、ね。あの、購入者からの質問とかね、a z o n からの質問に間違えた受け答えをすると、ま,あ、まずいことになったりするんでね、えー、もうそれコフピペで送ってもらえば私がもう翻訳して返事を書きます。それから、スカイプサポート、月2回、ね、予約制で1回45分間、まあ え、2回じゃなくて1回で90分で使っちゃっても構いません。これは、え、オーストラリアマゾン S 出個別フルサポートのみのサービスです。まあ、内容的にはね、まあ、商品に買い、買いに行った時のナビとか、まあ、商品相談、ね、商品を探すやり方の相談とか、それから、無駄な作業がないかどうか、何をやってるか聞いてね、え、作業を見直すとか。 ま、どうも、やる気上がらんという場合にね、えー、まあ、どうやってやる気あげるか。いや、そもそもやる気上げる必要があるのかどうか。ね。あの、中にはね、もう使い切れないほど稼いでるけど、やる気上げてもっと稼ぎたいっていう話があって、でもやる気出ません。ね、よくよく聞いたら、やっぱり稼いでもお金余るだけ。いや、それ稼ぐ必要ないからもやる気上がらないんでね、無理にあげる必要はありませんと。 いうようなね。まあ、ちょっと普通じゃあんま答えないようなやり取りをしたこともありますけど、まぁもとりそんな風にね、スカイプサポートをしていますで。これらのサポート内容で実践していくことですけど、まずは入会後ね、オーストラリアの銀行講座を解説します。もうこれはもう、あの、マニュアルに見てやっていただければわかりますし、個別サポートの方は、まあまずこっからやりましょうと。 ね、これ見てやってくださいっていうリンクを送りますんで、それやって、わかんないところは画面キャプチャーを見て、まめに、あの、自分で調べたりなんかする必要はないです。あの、ちょっとでもわかんないことあったらこれどうするんだということで画面キャプチャーを送ってもらえば、も、ま、う、あ、ここをクリックしてくださいと。そんな風にサポートしています。それから次に、オーストラリアアマゾンのアカウントを登録します。まあ、これも同じです。わ、えー、かんないことあったら何でも聞いていただくという形。 でマニュアルサポートの方はマニュアルを見て進めていただくと。分かんなかったらわ、えー、かりませんと。画面違いますというような形でね、質問してください。そして、まあいよいよメインのオーストラリア、アマゾンで販売する商品探しと。まあここがね、一番のポイントです。まあチャットワークで何度質問してもらっても構いません。ね、スカイプまたは電話であなたにあった商品探しのアドバイスをします。商品が見つかるまで親切、丁寧にはサポートします。 また、見つけた商品に個別にコメントをします。どういう商品が儲けやすいのか、どういう商品は扱わない方がいいのか、それらについてもアドバイスします。これはね、えー、見てる個別にって形なんで、個別サポートのみのサービスですけど、個別サポートの会員さんはこれがあるから、ね、スムーズに儲かる商品が見つかるようになるし、今まで儲けた商品が売れなくなってきた時も、次、まあの商品を探すことができるということですね。 で、その他、NG 商品、ね。まあ、あのー、個別サポート以外の場合は、この NG 商品を、えー、避けて、ねえー、適当に商品を買って送っていくと。まあ、適当にと言っちゃね、なんか語弊があるんですけど、ただ、日本にあるものはね、大体品質良くて、ぶあの、値段は安いんで、まあ、適当に送ってれば、あの、はっきり言ってオーストラリアで、え、利益が取れる商品は見つかります。そして、 購入者からの問い合わせに対する対応。Amazon からの問い合わせに対する対応は、もうコピペして送っていただければ OK と。まあ、なぜなら日本の常識は世界の非常識。Amazon の常識は世界の非常識と。Amazon で生き残るためにはコツがありますので、Amazon で生き残るための対応方法をサポートします。それから次のね、サポート。これは、えー、無事、1回目の FB 納品をした 後の感想をいただきました。まあ、マニュアル、ねえー。要点を絞り込んで作ってあるので、非常にわかりやすいですと。これまでヘンテコな教材買った経験があるので、堀先生の教材の親切さがよくわかります。ありがとうございますと。ということでね。まあ、本当に、まあ、まあ、自慢になるんですけど、自慢しないと私のサポートの良さがわかんないんでね、遠慮なく自慢をさせてもらうと、予想で全然ダメだったと。 ね、えー、で、ダメかと思ったけど、なんか、私の動画を見て良さそうだと思って申し込んだら、こんなにいいとは思わなかったというようなね、えー、感想をよくもらってます。スカイプで話してる時にもらってるんでね、スカイプ全部録音して今の使っていいですかとか、やりたいとこなんですけどね。まあ、ただね、何ですかね。内容は内容だけにね、あの、前のところにね、まだ知り合いがいるとかそういうのがあるんでしょうかね。あんまりね、えー、その、 えー、誰がそう言ってたっていうのを特定しにくい、され、してほしくないみたいなんで、まあ、あの、こんな風に、誰が言ってるかわかんないのしかね、出せないとこ寂しいんですけど、まあ、あの、そう言っていただけるようにきちんとサポートしてますし、そういうきちんとしたサポートしてるんでね、えー、10年間サポートで、えー、食べていってます。これね、でたらめなサポートしたらね、もうあの、一発でやっぱりね、 悪気を経って、えー、決済方法が見つかんなくなるとかね、えー、集客してもキャンセルが相次ぐとか問題が多発するとかってことになりますけど、まあ、私は幸い誠実に、えー、きちんと成果が出るようにサポートしてるんで、えー、今まで10年間サポートを続けています。でね、まあ、あの、さっきのレビューの続きですけど、まあ、こう、本当に、遠慮せずにどんどん聞いてもらえば全部それサポートしています。 だからね、えー、当然、えー、できると。で、無事、集会に来てもらうことになった。発送できました。私がいなかったら発送できませんでした。ありがとうございます。というようなレビューをいただいてます。まあ、そういうふうに真摯にサポートしています。わかんないとこ、うやってサポートしてればね、マニュアルの精度も上がるわけですし、まあ、また動画を作り直してね、わかりやすい動画になったりするし、 私もいいし、他の会員さんもいいんで、他の会員さんの満足度が上がれば、まあずっと続けてもらって、まあお互いにハッピーという形なんでね、まあ本当にあのサポートは手抜かず、えー、真摯に行っています。まあそんなオーストラリアアマゾンサポート、ねえー。私は初心者でも稼げるようにサポートしてきたから、10年間物販サポートを続けることができています。アマゾンがオーストラリアでアマゾンプライムを開始しました。 日本に住んでいるあなたにオーストラリア,アマゾン副業で今の本業より稼ぐことができるチャンスがやってきます。